島ユナイテッド FC です。ゴールを守るのはキャプテン山本海斗、戻ってきました。最終ラインは堂花、大部、鈴という3センターバックの予想です。中盤2センターは今日は上畑と大森のコンビです。前節負傷退場した宮崎が今日はベンチからも外れています。右ワイドが柴田、左ワイドが田中、最前列に沢上、森光太、塩浜亮の2シャドウ3421の布陣を予想しています。アウェーチーム相模原のメンバーと予想のフォーメーションも口頭でご紹介します。ゴールキーパーが東ジョン、綿引、水口、山下という3センターバックです。ワンアンカーに今日は西山匠、ルーキープレイヤーが据えられました。その1列前、中盤牧山高生、増田のインサイドハーフ、右ウィングバックに加藤、左ウィングバックは古巣対戦橋本陸、ツートップに瀬沼、そして特別指定選手、今日が初先発となります福井和樹という3142の布陣を予想しています。精度の高い左足というのは学生時代からも定評がありました。東海大学の一部復帰に貢献したプレーヤー。さ、森が収めて田中が追い越していきましたけれども、ここは下がりながら加藤が対応しています。ワンツー抜けるチャンス、深いところまで増田、足元牧山、牧山としてはワンタッチあったんじゃないかというそんなリアクションでした。ただ鋭く前にかかって、両インサイドハーフがセンターフォワードを追い越していく攻撃になりました。塩浜後ろちらっと目線を送った上で山下にプレッシャーです。あー、ここはうまく剥がした。福井が降りてきて、さあ前向く、左足を振る、パンチングで逃れました山本海斗。ただそれでもこの福井和樹、いい反転、それからいい位置でボールを受けてシュートまでこぎつけました。森が狙ってきた、いい軌道、わずかに枠をそれました。後ろに下がったボールは迷わず前に行きます。福島のプレス、そこをかいくぐって深いところ残してきた、先制相模原。サイド崩して最後は福井の J 初ゴールが記録されました。ご覧のプレーです。一気に深いところ綿引が取って、深く行った分だけ福島の最終ラインもかなり後ろ方向にいた印象。ただそれでも人数かけて守備対応したのは相模原です。そしてラインアップ、幸恵が今流れる動きを取ってます。その空いた場所に吉永も出ていく動きです。さあ小気味よくつながって塩浜、前向く、塩浜決まった、強烈左足2戦連発、塩浜亮です。福島同点。狭いところを割っていって最後塩浜の左足、東ジョンのニアサイド肩口をまさにこじ開けていきました。クリア、ファーより牧山のヘディングでした。2人と西山が合わせていきました。変わった岩上が散らしていきました。ワンタッチ効果的、増田、加藤が出てきた、最後決定機、流れた増田、空いた場所に加藤、田中が散らして左、鈴直樹、さあ長野、内側を鈴が追い越します。振り切る、横につないで幸恵、さあ右がフリー、柴田低いボール、長野、ニアで関わってきました長野。
相模原先制、後半福島同点という1対1。柴田で前へ、幸恵が残した。ここはシンプルに前です、相模原。ここで長い笛です。福島相模原の J3 リーグの第28節、前半相模原先制、後半福島同点で1対1、ドロー決着となりました。